では解説していきましょう。図のように円の中に正方形と正六角形があります。各 R の大きさは何度ですかというだけでここですね。正方形がここにいて、正六角形がここにね、内接している状態なわけですね。じゃあどうやってね、 R を求めていきましょうかって話なんですけど、まあやはりね、ここは基本的に、基本的な方針を立てていくしかなくって、まあ、とりあえずここで外角の定理を使おうかななんていうふうに考えてみましょう。なんでかというと、まあ、青をダイレクトに求めようと思ってもちょっと難しいじゃないですか。まあ、なので、こっち側の三角形に注目をしてあげて、これのね、外角の定理で考えてみるっていうふうに方針を決めていくわけですね。ここの角度と、ここの角度がどうなるのかなって話なわけです。そうするとさ、ここの角度は、すぐにわかりますか？大丈夫ですか？これは120度になるはずですよね。正六角形の内角の一つですね。どうやって求めればいいのかっていうと、これもですね、外角を考えればよくって、こういうふうに考えて、外角1個分を考えてみると、外角1個分はさ、外角全部の和は360度なので、割る6っていうふうにすれば、60度が出てくると。すなわち、ここが60度だから、こっちが120度だよねって話ですね。あとは、ここの角度を求めることができればいいわけです。じゃあ、ここの角度ね、どうやって求めましょうかって話だけど、まあ、言ってみればこれ正六角形の角度の一つの部分から正方形ですよね。正四角形の角度の一個引いて割るにしてるようなイメージなわけですね。まあ、なので120度から正六角形のね、この120度から正方形の角度90度を引いて割るに。で、ここの角度とね、ここの角度って同じものなので、割る2っていうふうに考えてもいいんじゃないのかなと思います。まあ、もしくはね、こういうふうに考えてもいいのかなと思うんですよ。ここの部分ですけど、今ね、正方形書いたんですけど、これさ、まあ、この角度のね、こういうふうにこう線を取ってあげてさ、ここの角度が何度になるか、まあ、半分の分って言えばいいの。まあ、いいや、ここの部分の角度が何度になるのかっていうのを一回見てあげるわけです。ここの部分ですね。まあ、これ45度っていうふうに出てくると。ね。で、ここが今45度って出たので、こっからここが何度かっていうのを見ていくと。で、こっからここはどうやって見ればいいのかっていうと、これさ、対角線こういう風に引いたら、360度6等分してるから、ここ60度になるのね。で、当然長さ全部等しいわけだから、60度2等辺三角形。あ、これなんか正三角形が6つ集まってたんだなという形になるわけですね。ということは、ここからここの角度60度になっていると。従って、ここからここが60度で、ここが45度なので、まあ、差を取ってね、15度っていうふうに出してもよかったかなと思います。そうするとね、外角の定理を使っていけば、120度と15を足すことになりますので、あは120足す15で135度と、まあ、こういうふうに求められるかなと思います。で、あることに気づいてしまえば、実はね、一瞬で出るんですよ。一瞬で。どこに気づけばよかったのかっていうと、ここが実を言うと、直角二等辺三角形になってたんですね。直角二等辺三角形だったんです。直角っていうのはすぐにわかると思う。ちょっと図がだいぶちっちゃいけどね。直角っていうのはすぐわかると思うんだ。正方形の一部ですからね。ポイントは、この線が、この正方形の対角線と平行になっているっていうところがポイントだったわけですね。まあ、正六角形なので、このね、軸に対して左右対称になっていると。で、この長さもこの長さもこの長さも等しいっていうところから、あ、こいつとこいつってちょうど平行になってるんだなっていうふうに気づければ、直角二等辺三角形があって、直角二等辺三角形ってことはね、角度の一つ45度ですから、まあ、その外角なので、135度っていうのは出せたのかなと思います。まあ、なのでね、まあ、どちらにしても、簡単に答えは出るものではあるんですけれども、まあ、せっかくね、内角とか外角の話をやったので、こういう見方っていうのもぜひできるようになってくれるといいかなと思います。